Come on! 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 じゃあ、アキュラで、サイクルの先端か。いけ、サイクルでストップ。大丈夫、あれ、最後、イーブン。じゃあ、終わる。エータの、ウルコンが2だぞ。どこで使うんだ。さあこちらは強化のこちら側でもベストショットが始まります。名古屋勢対名古屋勢プラスミモさんの戦い、早くも実現してしまった。さあ、マイサイコで勝利を壊していく。勝利は決める。さあ、逆から。めっちゃ頑張って。ダイソンドライブ勝利。さあ、逆に勝利を取る。さあ、待ったら、大剣、大剣、ブラック武器。そして竜巻、バッタリングで3
さあ、今回ペリドン倒すのはどっちの役目だったのか。チュンリーです。チュンリーの役目だった。オーケーオーケー。さあ、ペリドン攻撃。めくり奥を投げ、遅らせ投げ。ここの置きサービー状態に第3コースに入りました。さあ、そしてこれ中堅からあったりとかな。ファッションカード上、そして B 強化にはエイタが削りフィニッシュ。1本目おっと投げ、さあ投げスタイルのバットに中盤を出す。さあアグレッシブ。ちょっと来てなかったか。さあ岸からここでゲージが満タン、いろいろ満タン、ワンチャンスで締める。さあ仕込み、さあものすごく出る。ヤキワンパー、アテミを出しているはかったんですが、アテミではない、投げを警戒したか。さあこの辺最後のよみがえを制したエイタが勝利。中堅で、まあ、もう巨大移動してください。まあお互い分かりますね。もうはい、その間に影響対ブロック準決勝第2試合、エイタ対アクアの中堅戦。さあまたブロックの2回戦です。今回ね、中止もあるので2回戦あたりのそういう対決が下がる。レフリー、今度はレインタ式ヒット確認、4ヒット昇竜、1ヒット出して昇竜。そしてアクアがもうすごい泣いてる。これは泣える。昇竜この後投げに行く、上り蹴り、股間で潰す。さあこれもかわして、おっと風切り、うまい体形入った。先に抜けたい風切り、暴れ大胆巻き勝ち。